というわけで着きました。ちょっと今言われた使い方がわからないんですけど、ゾウリオン、あ、最初のゾウのやつを作れるようになりましたね。カジモドって呼ばれてたっけ、あいつ。大丈夫だったかな。あ、合ってた。ちゃったよ。カジモドのこと詳しいみたいだな。長い付き合いだからね。もう10年以上にもなりますかね。朝から晩までずっとここに。カジはここを出られないんだよ。フロローハンジの言いつけでね。どうして。話せば長くなります。要するにフロローはカジモドが醜いからってここで守ってやってるつもりなんだ。
カジはいつも眺めてただけのお祭りにどうしても行きたかったんだ。それで勇気を出して外に出たまでは良かったんだけどね。まさかあんな魔物が現れるなんて。よく言うよ。お前自分の顔見たことあんのか。一緒にしないでください。いや、ルカいい加減におし。どっちも変わんないよ。今度のことで心まで閉じ込めてしまわないか心配だね。心を閉じ込めるなんてダメだ。俺、カジモドと話してくる。かわいいカジモド、お前は世間のことを知らない。町の人間はお前の姿を笑い、怪物だといじめるだろう。お前を守ってやれるのは私だけなのだ。その代わり、お前はここから出てはならない。忘れてはならんぞ、ここだけが安全なのだ。はい、ご主人様。ムビ？おっと、君はソラ君だったかな。さっきフロローと一緒にいたやつだな。よしてくれ、俺は君と争うつもりはないよ。分かってくれて嬉しいね。フィーバスだ。それより彼女はまだここにいるだろう。エスメラルダのことならカジモドが外へ逃がした。まずいな。どうしたんだ。フロロー判事のことだ。フロローはジプシーたちを始末することに暗い執念を燃やしている。俺はそのやり方に異を唱えて追放されてしまったんだ。そんな、ひどい。俺のことはいい。フロローはジプシーたちの隠れ家、奇跡の皇帝を見つけたと言っていた。エスメラルダとジプシーたちが危ない。フロローが奇跡の皇帝にたどり着く前に知らせなければ。カジモド、エスメラルダが危ないんだ。彼女はどこへ。わからないよ。町のどこかへ行ってしまった。このペンダント、彼女はこれを見ればわかると言ってた。このお守りをつけると町は僕のものになる。そうだ、これは町の地図だ。大聖堂がここで、町を抜けて橋を渡った先が奇跡の法廷だ。よくやったカジモド。すごいよカジモド。僕が彼女を助けるんだ。カジモド、どうしてここへ。フィーバスが知らせてくれたんだ。フロローがここへ来るらしい。すぐ逃げる支度を。ご苦労フィーバス隊長、私の予想通りに行動してくれて助かったよ。なあカジモド、いつかは役に立つと信じていたよ。やっと捕まえたぞこの魔女。広場で火炙りって言ってた。急がなきゃ。エスメラルダ。
島だ。そんなジプシー女のために命までかけるとはな。お前のために命を捨てた母の姿を見ているようだ。何？お前を始末しておけばよかったんだ、20年前にな。カジモド、自分を閉じ込めちゃ。分かってる。僕をここに閉じ込めてたのはフロローじゃない。心を僕自身が閉じ込めてたんだ。僕は心を自由にして外の世界へ出るんだ。見せた悪夢でカジモドは自分の心を閉じ込めていたのか。お前も心を閉じ込めているんじゃないのか。あの時のやつ、何のことを言ってるんだ。お前以外の心をな。
これは時間経てば動くのか。どうなってる。普通に進んだ。